はい、どうも。おはようございます。それでは冒頭ご発言よろしくお願いします。はい、はじめに私から1点申し上げます。1月27日からレジ袋削減に向けた取り組みとして経済産業省、特許庁、財務省、外務省の庁舎内のコンビニ店舗においてナッジと呼ばれる行動経済学の手法を活用した実証を開始いたします。具体的には各庁舎内において消費者にレジ袋の申告または事態の意思を表明するカードの提示を求めます。各省ごとに写真付きのものやデータで説明するものなど異なるカードを用いてその効果を比較し消費者にどのように働きかけることが実効的かということを検証いたします。さらに経済産業省及び特許庁において2月中にも庁舎内店舗でレジ袋有料化を前倒しで実施をいたします。中央省庁の庁舎で先行的な取り組みを進めそれらの効果を社会に発信することで今後取り組まれる皆様の参考にしていただきたいと考えています。詳細については後ほど事務方から説明をさせていただきます。私からは以上です。幹事社のテレビ東京です。はい、1点お尋ねします。はい、小泉環境大臣が先日の会見で日本企業が関わるベトナムの石炭火力発電の建設計画に懸念を表明されました。このことについて大臣のご所見をお聞かせください。エネルギーを所管する大臣として、真摯に受け止めていかなければならないと思っております。ただ日本が温室効果ガス その世界的な削減にどのように貢献をしていくか、技術的な関与も含めてどうしていくかということも関係省庁とこれから連携をしながら話し合っていかなければならないと思っています。各社さんからお願いします。はい、中国武漢での新型肺炎の流行を受けまして、どのような考えか、日本企業への対応はどのようにされているんでしょうか。今も官邸で会議をしてきたところですけれども、今回の新型コロナウイルスによる感染症に関しては、現地に進出している日本企業の状況について、国内企業やジェトロを通じて今情報収集に努めているところでもあります。中国は旧正月の時期、春節の時期でもあることから、もともと休みとなっている現地企業が多いと承知しておりますけれども、今後現地日系企業をはじめとする、経済への影響、現地で働いている従業員の方、家族の方、そういったことについて高い関心を持って注視をしてまいりたいと思っています。はい、佐賀県の玄海町の町長が、関西電力との関係が問題となっている森山元次役が加盟している会社から現金100万円を受け取っていた、ということを認められました。この件について受け止めとですね、はい、経産省として今後どういうふうに対応していくか、報道については承知しておりますけれども、町長の政治活動に関わる事柄であるためにコメントは差し控えたいと思っています。いつも申し上げることですけれども、その上で、政治活動には一人一人の政治家が国民や地域住民からの信頼に応えられるように、自ら説明責任を果たすべきであり、また襟を正していくべきだと考えています。役所としての対応というのは当面は考えておりません。よろしいですか。はい、以上で終わらせていただきます。はい、すみません。